フランチャイズ版タイガーファンディング、新しい未来をつかみ取れ、キャッチザフランチャイズ。ではどうぞ。失礼します。今宵も全国展開の野望を抱く志願者がフランチャイズの猛者たちへと食らいつく。ではまずご経歴をどうぞ。岡崎翔、34歳、北海道から参りました。最終学歴は専門学校卒業で、現在は株式会社ノースサイドの代表をしております。次に、株式会社フランチャイズチャンネルに求めるサポート内容は。加盟店開発をお願いしたいです。あなたが思い描く未来の姿は。長期的な安定収入が作れるトランクルームを全国展開し、会社員やフリーランスの収入の柱を作りたい。ではオールアナシン、新しい未来をつかみ取れ、キャッチザフランチャイズ。それでは岡崎さんの簡単なご経歴をお説明ください。はい、専門学校を卒業後、民間企業に就職しまして、3年間勤めた後、父親が公務員だったこともあり、地元の市役所に転職をしました。で、市役所では、最初の3年間は、国民健康保険の徴収ですとか差し押さえ業務を従事しておりました。その後、部署移動がございまして、地下鉄ですとか、路面電車の経理、補助金に関する業務を4年半ほど務めまして、2020年9月に、市役所を退職しまして、現在に至ります。はい。今回の事業プランについてご説明ください。はい。今回はですね、屋内型トランクルームということで、トランクルームと言いますと、屋外のコンテナタイプと、屋内の、まあ、ビルの中に、パーテーションを組んだ屋内タイプと、あとは宅配型ということで、段ボールに、箱に荷物を詰めて倉庫に送るという3つのタイプがトランクルームございます。今回はその中の屋内型トランクルームということで、広さがだいたい25坪から、40坪程度の広さの路面店ですとか、こういったビルの中にパーテーションを組んで、一般のお客さんに向けて貸し出すというようなサービスになります。はい、それをフランチャイズ展開したいということですね。そうです。はい、わ、はい、かりました。じゃあ皆さんお願いします。経歴がね、井口さんと一緒ですね。あ、もともと公務員。公務員、はい、そうです。公務員から起業、なかなか珍しいですよね。そうですね。はい。起業したきっかけみたいのは何なんですか？はい。兄が、私が二十歳ぐらいの頃から、やっぱりその会社になかなか馴染まない人で、ずっと一人で、パソコン使いながらちょっと稼いだり、仕事をしていて、今、比較的、成功して、今沖縄に住んでるんですけど、まあ札幌来たり沖縄来たり、本当に時間に自由な生活をしてるっていうのを目の前で見ていたのと、やっぱりその私自身も勤めて週5日間会社に行くっていうよりは、まあ自由な生活をしたかったので、まあ思い切ってちょっと公務員を退職して、まあ自分の時間を最大限使えることを何かやってみようということで、トランクルームに、はい、挑戦したというのがきっかけになります。思い切りましたね。はい。それなんでトランクルームだったんですか？はい。やっぱりその私が公務員だったんですけど、何かスキルがあるですとか、なんかこれが得意っていうのが全くなかったので、その中で私ができるもの、かつその自分が体を入れないビジネスなんだろうって考えた時に、その不動産経営ですとか、あとはコインランドリー投資ですとか、そういったものが思い浮かんだんですけど、その中でトランクルームっていうワードが出てきまして、トランクルームについて調べてみると、やっぱり不動産投資と比べると初期投資も低くてですね、まあ、自分の体も一切入れることなく、参入も正直そんなに難しくはないので、これならいけるっていうことで、まあ、札幌の店舗をリサーチしたところ、軒並み稼働率が 90% を超えてまして、まあ、これであればいけるということで、まあ、実際に参入したのが2020年の、10月に会社創業したんですけど、そこから4ヶ月準備期間がありまして、2021年の2月にオープンして、ちょうど丸2年が経過した頃になります。はい。なるほどね。よくわかりましたけど、札幌を調べたら結構どこも埋まってたと。たくさんあるように見えるけど、そうです。稼働率が90%。はい。札幌がですね、当時がだいたい60店舗ぐらいございまして、今は100店舗ぐらいに増えているんですけど、まあ、軒並み本当に当時は 90% の稼働率で、なかなか借りたい部屋が空いてないですとか、本当に稼働率が高かったので、まあ、参入しようというきっかけになりました。まあ、これフランチャイズで言うと結構歴史は古くて、大昔からある
無人であり投資型っていう、そういう分類ですかね。なんかど素人なんで、それがなんでフランチャイズである必要があるんだろう。そうなんですよ。そう思うんですけど。思っちゃうんですけど。でも、まあもちろんフランチャイズじゃないところもありますよ。加瀬倉庫さんとかやってたりする。ありますけど、でも、一番古いのは押し入れ産業さんとかかな。っていうのは、まあもう30年、40年前からやってんじゃないですかね。で、結構あるんですよ。みんなフランチャイズでやってんですよ。僕もなんでかなと思ったけどね。竹村さんなりにはこうこうこうだからフランチャイズでもいけるんだよっていう、あ、結構あの不動産のオーナーさんがこう結構多かったりとか、なるほど、そういう感じで広がってんだろうなと思って、うん、でもコインランドリーよりも古い気がするんですよで今もずっとありますもんね。ありますね、うん、はい。もちろん直営でやってるところもありますよ。あの今だと都内とかだとあのハローキティ、キティちゃんのやつが目立つ、ああ、ありますあります、はい。ああいう風にやるから目立ってるんで、実は目立ってないトランクルームとかたくさんありますよね。なんか僕もトランクルームは歌舞伎町ホスト界のウォルトディズニーニュージェネレーショングループオーナー桑田流星、年商26億、緻密な人材育成と YouTube 戦略を駆使しホスト 2.0 時代を牽引、アジアの不夜城の頂点へと駆け上がるネオン街のイノベーターは何を思う。やっぱ会社のなんだろう、経理資料っていうんですかね、なんかまあ現金商売なんですごい伝票とかめちゃくちゃいっぱいあるんですよ。でも保管しとかなきゃいけないみたいな、調査のためにみたいな。だそれでなんかそのなんだっけな、箱盛りだっけな、なんかそんな感じのサービス利用してたりとかはめっちゃしてますね。はい。まあ企業は結構必要としてるかもしれないですね、これね。はい。一回契約すると出ないでしょ。そこがすごいんですよね、これ結構ね。そうですね、上場企業で具体名ちょっと出させていただきますと、うん、エリアリンクさんというのが、うん、そのハローストレージってキティちゃんを使った店舗で展開してるんですけど、そこの IR の公開データですと、うん、1人平均の利用が3年5ヶ月の利用期間になってます、うん、ね、はい、百何十億の会社ですよね。そうですね、はい、もう上場企業です、うん、はい。そういうトランクルームと差別化みたいなのあるんですか、それとも差別化しなくてもいいんですか。ですね、正直その差別化っていうのはトランクルーム結構難しいと思っておりまして、今自社でやらせていただいているのは、やっぱりその長く利用していただける方を増やしたいっていう思いがありますので、まあもちろん引っ越しで短期の利用の方もいるんですけど、長く利用していただきたいので、あの初月2ヶ月目、最初の2ヶ月は無料というキャンペーンを弊社では今やらせていただいてます。はい。基本的にはそこの差別化という部分では料金に関してが、まあ、現状が、ああ、なるほどね、はい、多いかなと思います。はい。加盟する側からすると結構そのお客さんを集客というか入れてくれるみたいな、そういうところを期待するじゃないですか。はい。まあ、そこは大体そういうふうに合ってます。ですね、トランクルームの集客に関しては、現在1号店がもう稼働率90超えてほぼ満室になってるんですけども、うん、集客はほぼ全てトランクルームのポータルサイトからになってます。なるほどね。はい。じゃあ別に本部が何か特別やらなくても入っていくと。はい。大手さんに関しても本当に地域で1店舗だけやられてるトランクルームさんも基本的に集客は全部、まあ、自社のホームページか、トランクルームのポータルサイトになってます。はい。坪単価いくらまで合うんですか。本当にエリアに、エリアによりますね。私の1号店の例に挙げますと、坪単価4000弱で今借りてまして、それを貸し出し単価にすると8000、数百円で貸し出してますので。地域によって貸し出し単価変えるんですか？やっぱりその、貸し出し単価はですね、本当の、その、テナント賃料がいくらで貸し出し単価いくらっていうのが決まってきますので、札幌ですと、1畳7000円から8000円ぐらいで貸し出すのが一般的でして、東京になってくるとその倍以上、1万5000円ですとか、まあエリアによっては2万円ぐらいで、1畳貸し出してる店舗もあります。なるほど。はい。じゃあ店舗によってなんか同じ満室でも、なんか儲かり、利益みたいな、利益が違うんですか？多少は変動しますけれども、基本的には、その地域をリサーチしまして、まず売上がいくら作れるかっていうのをまず調べます。うん、はい。その後、売上いくら上げれるのであれば、じゃあテナントはその最大売上の4割にテナント家賃を納めましょうというようなことでご提案今してます。なんかさっき募集してる FC オーナーさんなんかサラリーマンの方みたいな。はい。冒頭で言ってましたよね。なんか基本的にどんな方を募集したいっていうのがあるんですか？はい。今私が考えているのはですね、会社員の方ですとか、あとはフリーランスの方の募集を、メインに考えております。
じゃあ山本くんにやらしてみて。無人でなら絶対できるみたいな。初期投資がないんじゃないですか。大変申し訳ないですけど、虎に志願者で出してるんですよ。マッチポンプや。うん。これは確かに山本くんは全く関係ないと、能力はゼロだと思うよ。ああ、うん。能力的に関わるのは。なんか僕やっぱ林さんのチャンネルで一番面白いのは林さんの投資のね、経緯を、ずっとコインランドリーを僕は追ってるんですけど。毎月赤字じゃないですか。あんなことは起きないんですか？ですね、最初の半年ぐらいはやっぱり持ち出しが多いです。はい。1年から1年半ぐらいかけて満室にだんだんなってきますので、はいはい、最初の半年はまあ持ち出し覚悟で、まあ、加盟いただくっていうのが、はい。なるほどね。必要になります。でもじゃあ半年以降は結構必ず埋まっていくもんなんですか？必ずというお約束はできないんですけども、うん、やっぱりその1年、1年半、2年運営している店舗は稼働率はかなり高い、80% 以上。90% という店舗はかなり多いです。じゃあ日本全国でトランクルームが全く流行らない地域もあるんですか？はい、そうですね。人口で言いますと、だいたい30万人以上の都市を想定しています。うんうん、やっぱりその、まあ東京をはじめとして、やっぱり人口が多いエリアは、まあ住宅の狭小化ということで、うんうん、まあ収納スペースがやっぱり狭いので、うん、そういった方はやっぱり外部に借りるということで、まあ月5000円ですとか7000円払って外部に借りる方がいらっしゃるので、やっぱり少なくとも人口は30万人以上の都市から始めていただきたいとは思ってます、うん、志願者が提案するトランクルームビジネス、フランチャイズ計画について語る志願者、開始早々トラたちの暴行が続く。これ集客がポータルサイトじゃないですか、はい、フランチャイズに加入するメリットって何があるんですか？株式会社ディアローグホールディングス代表井口智明。令和の虎で完全ゴール長野木曽駒冷水公園を DIY 開発中。建設行政美容業界と異色の経歴、多分野での資格取得を武器多事業展開、800人の正社員を兼任する。この男まさに奇才。遊び心とビジネスへの嗅覚で志願者の挑戦を新たなステージへと導く。やっぱりその立地ですとかノウハウの部分にはなるんですけども、やっぱりそのトランクルームでも地域によってどういったテナントがいいのか、例えば路面店がいいのか、ビルの2階3階中空階でもいいのか、あとは地域によって駐車場が必要かどうかも判断必要になってくるんですけど、あとはそのトランクのレイアウトですね。例えば100平米のテナントを借りた時にどれだけ部屋の数作れるかによって売り上げが決まってきますので、やっぱりそういうノウハウが必要になってきますし、私は起業してからですね、だいたいその1店舗オープンするまで4ヶ月の期間かかったんですけど、それも朝から晩まで本当に札幌市内店舗全部リサーチして実際に足を運んで、それくらい時間かけてるので、やっぱりその新規でポッと入ってもなかなかその担保がないというか、すぐそのノウハウが得られるわけではないと思ってますし、開業までにやっぱり私で4ヶ月かかっているので、副業だとやっぱり1年ぐらいは開業までにどうしてもかかってしまうんじゃないかとは思ってます。何名か僕も加盟されているオーナーは付き合いあるんですけど、皆さんね、自分でやろうと思ったらできなくはないけど、めんどくさいからね、丸投げしちゃいたいみたいな、そういう方が多いですよね。トランクルームは特にそうですね、うん、このぐらいの投資でこのぐらいの利益じゃないですか、はい、だからそれ一生懸命やってっていうのはないので、まあ、だったらもう FC に丸投げしちゃえっていう人が多くて、僕の知り合いみんな大体うまくいってますよ、うん、そして時間かければ、はい、うん、安定してくるっていうのがトランクルームビジネスのメリットだとは思ってます。 20% っていうのは結構いい数字ですよね。でもね、はい、そうですね。20% はいいよね、これ、ね、あ、利回りということですね。利回り、はい、そうですね。利回り 20% 結構優秀なんじゃないですか、はい。これ他の、じゃこれからトランクルームやりたいって人が、はい、他の本部と御社を比較した時の差って何なんですか？はい、そこもリサーチさせていただいたんですけれども、今トランクルーム業界で一番 FC 展開されているのが、企業名ちょっと出させていただくと、収納ピットさんでして、全国関西中心に500店舗、出店しております。そのうち7割の約350店舗が、FC 展開、 FC 店舗になっています。で、そこと比較したときに、その収納ピットさんは、最低金額が650万円からかかりまして、加盟金で120万と、出店手数料で60万というのが公式ホームページに記載されています。なので、弊社ですと4、500万で1店舗作れるんですけど、他社さんですと1000万弱かかるような、まあ、金額で、まあ、弊社にメリットがあるというような形になります。それは何で下がるんですか？
ですね、これは、おそらくという言い方になってしまうんですけど、やっぱりその収納ピットさん、ある程度大きい企業さんなので、例えば内装のレイアウトですとか、こういった設備が必須だったり、そういった細かい指定があるかなとは思ってます。弊社の場合は本当に最低限、壁紙も正直貼り直してないです。というのもですね、トランクルームって高さが 2.1 メートルあるので、多少壁紙クロスが剥がれてても、そのままトランクルーム設置してしまえば、まあ、見えなくなるんですよね。そういった部分のコスト削減ですとか、まあ、セキュリティの部分でも、大手さんはカードキーで入退出するんですけど、弊社の場合はですね、扉にですね、電子錠をつけて入出するような形になってますので、まあ、そういったシステムとか細かいところの積み上げで、おそらく大手さんは多少経費がかかっているのかなと思ってます。じゃあ大手じゃないところとの差は何ですか？正直です。本社と大手じゃないところの差はありますか？はい、今私がリサーチした中では、フランチャイズ展開されているその企業さんがそんなに多くなかったんですよね。で、調べたところ、やっぱりその最低でも開業費用が600万円ぐらいからっていうところが多かったので、やっぱりその金額面が一番大きいかなとは思います。その金額っていうのが、要は、はい、フリーランスの王が志願者のいかなる野望も嗅ぎ分ける。ストックさん株式会社代表、株本勇樹、年商10億。数千人のフリーランス集団を統括する若き野心家は、今宵、志願者へ手を差し伸べるのか、あるいは、どう猛に喉元をかっきるのか。他のフランチャイズと違って、うちはボロくても許しますみたいな話で、はい、なんかこういう理由があるから安くできますとかじゃなくて、多分その今後、今までそのもっと高い金額でやってた企業さんっていうのは、これから起こるリスクとかトラブルとかに備えて、じゃあカードキーにしようとか、こういうのが起きたからこうしようって言って今の金額になってるような気がするんですけど、はい、でまだ1年しかやってないから大丈夫これでいけるからって言って今の金額でやってるだけみたいな、でそこが差別化なんで、要は無知が差別化できてますみたいな感じに聞こえちゃうんですけど、はい、あ、はい、だからなんかその金額の差がなんであるのかがなんかいまいちピンときてないっていうところはありますけどね。まあ別にこれからその支援するっていう上で大事なのか分かんないですけど、はい、いや大事ですよね。要は他社との差別化がね、いや、なかなかいい感じのトランクルームな感じはしますけど、他手伝うのとここを手伝うのと何が違うのってのはやっぱ知りたいですよね。そうですね。で、収納ピットさんって結構最近じゃないですか、はい、伸びたのって。そうですね。そんなに古くないですね、あそこは。じゃあなんであそこはそんなに伸びてるんですか？あそこはやっぱりその、資料拝見させていただくと、やっぱり直営だけですと、なかなかその、資金繰りですとか、なかなか出店ペースが追いつかないので、フランチャイズ展開っていうのは、シュードピットさんもされているので、それで一気に店舗数が増えていったのかなとは、はい、考えています。他があんまりこう積極的にやってないからかな。正直やってるとかそんなに多くはないですね。そうですよね。はい、うん。あまり聞かないです。どっちかというとトランクルーム投資という形で、うん、まあ、不動産のデベロッパーさんですとかが、まあ、開発してやられてるというイメージが強いです。これ30年以上前からトランクルームってあるじゃないですか、その屋内型。あります。はい。なんでこんな一社が独占するとこが出てないんですか？そう。これなんか一見いいプランに見えるんですけど、はい、なんかものすごい展開してるとこがないっていうのが何か引っかかるんですよね。わかる。なんでですかねって聞いてもわかんないと思いますけども、なんか考えとかあります？なんか引っかかる、何かが引っかかるんですよ。はい。だから本来は、これって、なんか、店舗増えれば増えるほど、やってること、はい、売るものは全部一緒だから、店舗増えれば増えるほど、コストが下がって、うん、はい、で、本部の利益率が上がって、はい、開発費に回せて、はい、より増えるみたいな、一強になる、ビッグする、なんかビジネスモデルな気がするのに、はい、なぜ一強がないのかってことですね。そうですね。はい。差別化できないんだったら、なおさら店舗型増やした方が有利なんで、はい。なんでですかね。そこはすみません、正直わからないです。そういうの、はい、ある程度大きくなってきた瞬間に、御社みたいに安いところが、はい、うちもっと安くいけますって言って、はい、でっかくなってきたらトラブルが増えて、また初期費用上がってって言って、そしたらまた違う人がうちもっと安くできますみたいな繰り返してるんですかね。そうですね。一応と言いますか、やっぱりその収納ビットさんも500店舗ですし、まあエリアリンクさんですと本当に1000店舗とかあったりはするんですけど、飛び抜けてここっていう会社さんは、はい、ないのが現状で、まあ、エリアリンクさんだけでしょうね。そのずば抜けてるって感じなのはね。そうですね。これはもう、はい、確かに
物件問題ってあります？物件がそんなに出ないっていう。そうですね。物件は正直そんなにたくさんは出ないです。私の札幌で探している感覚ですと、1月に1件出るか出ないかの印象です。市内で。市内で、はい。やっぱ市内とかの方がいいんですか？郊外に作ったら、はい、その、なんだろう。委託側が段ボール詰めとかがめんどくさいとかあるんですか？なんで市内に作るかっていうところなんですけど、やっぱりその利用者さんの9割方がですね、アパートかマンションに住んでる方になります。そうなんだ。なので、できれば駅の近くですとか、人口がある程度いらっしゃるエリアが、じゃあ本当に暮らしの上で使う方が多いんですね。はい、そうですね、本当に、はい。家に置く場所がないスノーボードとか、ゴルフバッグとかをとりあえず入れとこうみたいな感覚なんですか？そうです。あとは最近キャンプブームっていうのがございまして、キャンプ用品を入れられる方でしたり、あとは本当に日用品ですとか、あとはひな人形とか、季節物、クリスマスツリーとかを入れられてる方もいらっしゃいますし。そうなんですね。はい、あと趣味で借りられてる方もいます。プラモデルですとか、ガンダムのプラモデルとかを本当に在庫置き場のように、2部屋3部屋借りていただいてる方も結構、弊社では3名ほどいらっしゃいますよ、そういった方も。まあ、これが放映されることによって、はい、自分の空き物件そういうのに使ってみようって人が少しでも出たら伸びる可能性がある。そうですね、例えばビルオーナーさんですとか、なかなかテナントが埋まらなかったり出入り激しいところであれば、例えば弊社でサポートさせていただいて、そこに出店することによって一番大きい経費であるテナント賃料がかからなくなりますので、かなり利益率はいいFC ビジネスにはなるかなと思います。利益率の高いビジネス、フランチャイズ展開の可能性に虎たちが目を光らせる。次回後半戦、新しい未来の行方を見逃すな。楽して儲けたい、そう、ダメなやつが集まります。ダメな、だからダメの天才が集まる。ダメの天才が